ね、できる株トレーダーの元旦の過ごし方、皆さん前回の動画をご覧いただけたでしょうか。週刊中年ジャンプのストーンさんからの動画です。一応概要欄につけておきますね。で、ストーンさんにまたね、ちょっとご質問なんですが、あの FX では勝ちパターンっていうのに有名なのが結構あるんですよ。サンゾンとかね、ダブルトップとかね、ああいう感じのやつです。フォーメーション分析っていうのもありますし、で株でも同じような非常によく似たチャートをお見受けするんですけども、やっぱり同じようにサンゾンとかトリプルトップとか逆田誤報的なものっていうのは使われてるんでしょうか。もしかしたら株でも FX でもチャートと名の付くものは一緒だよってことかもしれませんけども失礼しました。まあなんせね、株の領域にはまだ入ったことがないんで、どんな手法を使っていくのかっていうことに、ね、ちょっと興味がありますね。それから株トレーダーがこれだけは持っておけよみたいな7つ道具的なものがありますかね。例えば指揮法とかね、有名じゃないですか。そういったものってやっぱりお持ちなんでしょうか。あとはこんなサイトをよく見てますよみたいなものを紹介していただけたらちょっとね、幸いかなと思っております。なんかね、その自分が狙うべき企業の株っていうのを、まあ、どういうふうに判断してるのかなとか、ソフトバンクとか、それからなんか象印グループとかね、有名な会社のっていうのはすぐに目につくじゃないですか。でも大きく値上がりするものを狙う時って無名が有名に変わる瞬間なんですよね。だから無名なものをリサーチしておいて、そこに少額入れといて、それがボーンとなんかの拍子にね、上場とかなんかの需要の拡大みたいなんで一気に跳ね上がるみたいなの、こういうのを狙ってるのかなとか思うんですけども、いかがでしょうか。またね、何かの時にご返信いただければと思います。それでは行ってらっしゃい。